紹介します。埼玉県朝霞市で活動している若手屋敷と申します。今年で結成20周年を迎えました。今年のテーマはソアロー。テーマが自由に駆け引くことができる、何事にも捉えられることなく自由に可能性を広げ続ける若手屋敷の姿で、皆様にも笑顔と感動を届ける演舞を披露いたします。その後、太陽を意識した衣装にもご注目ください。ご声援よろしくお願いします。それでは最後締めていただきましょう。若手焼きの皆さんです。どうぞ。Thank you.